はい、どうも小枝です。今回はこちらビューティーンのガッツリ脱色ベースアップブリッジ小上げハイトーンで、ブリッジしていきたいと思います。498円で売ってました。一回こちらでブリーチして、まだ色を抜きたいなと思ったら、もう一度こちらで脱色していくために2箱用意しました。はい、それでは実際に染めていきます。で、いつもはね、波形とかでちゃんとこうつけるんだけど、今回はこの付属のノズルだけでやっていきたいと思います。絶対これだけじゃ綺麗にブリーチできる気がしない絶対ブリーチはハケ使った方がいいな。ちょっとハケ持ってきます。はい、容器に移しました。こんな感じで時間まで置きたいと思います。やばっ、髪の毛こんな感じです。結構ね、ここ暗いですよね。もともとね、毛先の方ブリーチも5、6回やってるので、こんだけ色の違いがあります。はい、で、後頭部こんな感じでブロッキングしました。ちょっとね、ここら辺色ムラがあるんで、まずこっから塗って染めてきます。先ほど使った2個目のブリーチ剤はね、もう容器で混ぜました。やっぱりハケで塗った方がいいですね。で、あの毛先明るいところはなるべく塗らないようにやってきます。ほぼ全部使いましたね。これでまた30分置いて流してきます。2回目のブリーチ終わって、頭洗って乾かしてきました。うん、結構抜けたね、後ろ。正直ここのブルーの部分はこのままかぶせたらどんな色になるのかなっていうので抜いてないですね、ちゃんと。で、まあここね、根元から5センチぐらいがやっぱ若干毛先に比べたら暗いけど、だいたいこんなもんでしょ。この上にかぶせても大きな色ムラはできないと思ってます。はい、ということで続けてこの色で染めていきます。これはね、なんかね、全体に塗ったら泡を立ててくださいって、こうなんか揉むようにしてくださいっていう感じで書いてありました。はい、じゃあ液剤を作ったんでやってきます。こんな感じでね、残り置いてまた洗って登場したいと思います。はい、染め終わりました。こんなようになりましたね。なんかね、ミルクティーっぽい感じの色ですよね。で、まあうまいこと、もともとブリーチ5、6回重ねてたところと、まあそんなブリーチしてないところがなんかメッシュっぽい感じになっていいっすね。で、ここブルーにね染めたところは、うん、若干色残ってるんですけど、逆にこれがなんかくすんだ色っぽくて私は気に入ってます。で、後ろもこんな感じね。いいね、いいね。はい、染めて2日目ですね。1回シャンプーしました。なんかね、ここだけ見ると結構いい色かなって、ちょっとくすんだ色かなと思うんですけど、こっちね、トップが結構パーツキンなんですよね。こんな感じ。そんなパーツキンでもないけど、地味にパーツキンみたいな。また染めよっかな。色もね、これ多分ほんとすぐ抜けると思うから、近日中に染めたいと思います。